物語シリーズにはですね、毎年七夕になるとアニメスタッフや声優陣の願い事が書かれた短冊が秋葉原駅構内に飾られるという恒例行事があるんですが、荒垣かれん役の声優を務める北村えりさん、通称北えりの短冊がまあやばいと毎年話題になってるんですよね。まあ、そんな感じで今回は北えりのやばすぎる短冊をまとめてみたので見ていきたいと思います。2013年この年は北えりの短冊伝説が始まった記念すべき年になります。物語シリーズ七夕展示イベントはその年に開始されるシリーズの告知やオブジェが飾られるんですが、その中の一つに西尾維新やその他関係者キャラクターによる直筆の七夕短冊が展示されるんですよね。まあ、実際どんな感じなのかというと、痩せたい、平和、ダメ女卒業、全体を通して微笑ましいものが多いんですが、問題の北えりはどんな願い事をしたのかというと、声優として生き残れますように。切ねえ、切実すぎる。続いては2014年、この年は花物語の放送を控えた年になります。皆さんはどんな願い事をしたんでしょうか。打倒扇ちゃん、お肌プリプリになりたい、ポニーテールが似合う女に、ドーナツ100年分、花物語でカンバルがとちりませんように。なんかほっこりしますね。肝心の北えりはどんな願い事をしたんでしょうか。生きた証を残せますように。重たいな。続いては2015年ですね。この年は終わり物語のアニメ化が決定した年になります。まあ、ちなみに短冊にはスタッフだけじゃなくて物語シリーズのキャラクターやその他西尾作品の登場キャラクターによる短冊があったりして、それを見るのもまた面白いんですよね。終わり物語大ヒットだよ、わしも出るのか。終わり物語アニメ化イエーイ、ピースピース、無事に終わり物語が放送されますように。漫画版置手紙京子の備忘録よろしくお願いします。そして北えりの短冊はというと、何度も言わすな、消えたくない、生き残りたい、声優ってつれえな。2016年この年は傷物語のブルーレイ &DVD 発売と劇場公開を記念して全高 180cm のキスショットが置かれました。この年の短冊を見ていきましょう。なんかどうでもいいんですけど、個人的に加藤エミリさんの短冊がすごい好きなんですよね。まあ、ちなみにこの年の期待での短冊は今をがむしゃらに生きるでした。安定の短冊系だな。2017年は西尾維新大辞典や終わり物語の巨大オブジェが設置されたようです。健康でいられますように、痩せたい、お寿司が食べたい、生きる。この人は誰に命を狙われてるんだろうな。そして来たる2018年、この年は続終わり物語が全国劇場にてイベント上映されることを告知していました。そして問題の期待理ですね。最後の時まで自分らしく生きたい、短冊系とかではなく真摯に誠実に。なんか涙出てくるな。2019年、以上この年で最後になります。ルーズソックスが絶滅しませんように、大学ではモテを追求したいわ、平和な大学生活を、新しい日傘が流行りますように、高いカメラを買う勇気、消えたくない、生き残りたい、そして美魔女を目指す。ついに魔女を目指し始めたか。以上が北えりの悲惨すぎる七夕短冊でした。なんか声優の闇を感じましたね。ありがとうございました。